キング軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は286人であり、2000年の356人から19.7%減少した。軍庁所在地は未編入の町であるガスリーである。キング軍はアメリカ合衆国で3倍。軍名はアラモの戦いで戦死したウィリアム・フィリップ・キングにちなんで、 名付けられた。ピッチフォーク牧場が、キング・ディケンズ軍と隣のディケンズ軍にまたがってある。1965年から1986年まで、ラボック市の国立牧畜歴 c 産センターとも、提携しているジムハンフリーズが管理していた。この地域に住んだ正気のインディアンは、アパッチ族とコマンチ族だった。1874年から1875年のレッド川戦争は、 白人開拓者にこの地域を解放するためにアメリカ陸軍がテキサス州のインディアンを排除し、居留地に押し込めようとした作戦だった。キング軍は1876年8月21日にベア軍から分離してテキサス州議会が創設した。1880年には軍内人口40人だった。1891年に軍が組織化された。 ガスリーの町が、軍庁所在地に指定された。6666牧場の管理人、1902年に、サミュエル・バーク・バーネットが、宝畜シ,シーズ牧場を設立した。ピッチフォーク土地、牛会社が1883年に設立され、同時期に、SMS 牧場が設立された。初期の牧場主たちは春に多い雨を貯めておくために、 大小の渓谷をせき止め水を確保した。1890年代、風車を使って水を保存する装置を作った。19世紀後半にリュモンとの町が作られた。その時までに農夫たちは牧場主たちと土地を共有するようになっていた。しばらくは綿花が主要作物であり、その後はトウモロコシ、ソルガム、さらに果樹に広がった。 1943年、軍内で石油が発見された。最初の油性が掘られて、以来、1991年1月1日までの、石油類型生産口は1億1440万3000バーレルとなった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は913平方マイルであり、このうち陸地912平方マイル、 水域は1平方マイルで、水域率は0.11%である。軍の主要産業は19世紀後半以来、食肉用牛の飼育であり、1943年からは石油生産となった。トウモロコシと綿花が主要農産物である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。キング軍はソリッドサウスにありながら、 かつては民主党の強固な地盤だった。1948年、有権者の95.85%が民主党のハリー・エストルーマンを支持した。1960年では76.9%がジョン・カイ・ケネディを支持した。1964年は84.1%がリンドン・ b ジョンソンに投票した。1968年、 ヒューバート・ハンフリーが48.7%を獲得して第1位となり、ジョージ・ウォレスに31.7%、大統領に当選したリチャード・ニクソンは19.6%に過ぎなかった。しかし、1980年以降は共和党の強固な地盤に変化してきた。2008年の大統領選挙では93.2%がジョン・マケインに投票し、 バラク・オバマは4.9%しか得られなかった。アメリカ合衆国の軍の中でもキング軍の負けン支持率が最高だった。民主党候補がキング軍を制したのは1996年のビル・クリントンが最後になっている。下記の街はすべて未返入である。ありがとうございます。